おはようございます。速稼塾の久保です。7時23分ですね。1月31日今月最後の相場解説になります。今日はですね、あんまり気合が入ってないんですよね。というのもあんまりね、わからないんですよね。今日に限ってはずっと解説してきたんですけども、こういう風な流れだったですよね。一つは、でもう一つはこのぐらいのレンジで推移してるよと。ただここがね、3点目が来なかったですね。ここにビューッとヒゲはここまで来てるんですけども、ここまで伸びていかなかったんで、どうもこれはそんなに当てにならないかなっていうところですよね。まあ、このレンジがですね、レンジというよりもフラッグみたいに見えないこともないんですよね。こういう風に来てますんで、まあ、このフラッグなのかな。ここ突き破ってますからね。で戻ってきてるわけですよ。まあフラッグみたいなって感じでしょうか。そしてここをまた中途半端に突き破ってますんで、どうもね、この日足の見方がちょっと崩れてきたのかなというところでございます。ここら辺まではねフラッグで良かったんですけども、ブレイクしてズバーンといって、ズバーンと行くんではなくってね、また戻っていってしまいますからね。ということで日足の見方もちょっと変えないといけないかなというところですよね。これ4時間足ですね。4時間足は、まあ、山根さんがねこういう風に操作トップなんじゃないのっていう風に言ってくださいましたね。そういう風にも見えます。でここなんですけども、ちょっと下落したんですよね。やっぱ思った通りこういう風な、4時間の下げトレンドにこうして、でもまた同じ勢いで上がってきてますからね。なんかよくわかんない展開です。で1時間を15分を挟みながら時事解説していったんですよね。で昨日の時点ではボカーンと下がって、ああ結局こうなったかと思って、このゾーンのね下でこれからは推移するだろうなと思ったのが今までの見方なんですよ。でも結局このゾーンにね、ゾーンじゃないわ、このレンジに戻っちゃいましたね。この黄色と黄色の間に。でその後これがこのレンジの間に収まるのかどうかってちょっと全然わかんないんですよ。だってここ飛び出しちゃってますからね。ここも飛び出しちゃってるんで、ということなんで別のフォーメーションを疑っていかなくちゃいけないのかなっていうところで、頭をねまたリセットして一から考えないといけないところで、今日みたいな金曜日が来ましたんで、金曜日今日はねノーエントリーで、っていうかね、チャートを見に来るのがちょっと今日は嫌ですね。こんだけ乱れると、ある程度チャートの形がまたね、この1時間足で言うと10本とか20本束でまとまってくれないと次の展開私はちょっと測れないんで、今日はここで相場解説終わりです。また来週お会いしましょう。こういうね、頭の痛い時とか、それからまあそれが金曜日に重なったりね、新型コロナウイルスが気になる時は、まあ、あんまり FX やらない方がいいかなと思います。ただね、新型コロナウイルスとは言わないんですけども、いろんな影響で今日一日中家にいないといけない方は、基礎固めをする意味で逆田語法を一から覚えていきましょう。それからね、このロウソク足チャートの中で包み足とハラミ足、それからカラカサ、サンバガラス、こういったものを見つけるようなゲームをしていってはいかがかなと思います。今日はトレーニングの日ですね。振り返って反省していきましょう。それではまた来週。